ってフライドチキンとヤンニョムのハーフのハーフにして、はい、お疲れ様です。私もアトリカです。ここにアサリのすごいボリュームになった。すごい増えた。いただきます。うん、甘いね。うん、肉が美味しいから鶏肉自体が美味しい。そうだ、ここやっぱお肉が美味しいんだよ、うん。ただ、フライドチキンの方が好きなんだなって思ったから、うまくいとかじゃないですけど、うん、そうだね、うん、これだけだと飽きちゃうから、うん、多分違う、違うっていうか、俺はフライドチキンの方が好きなんだなと。そうだね、この辺のカリカリの、うん、うまい。佐々木は荷物少なそうだから。はい、美味しそうだわ。なんか嬉しい。チキン珍しいよ。これはうめえな。もう完全に逆に言うと、これやばいなと思って。やばい。最後気持ちの友達は本当台湾人の友達。日本人の友達。 日本人の友達。